サポパンは、メキシコのハリスコ州、サポパン基礎自治体の市であり、グアガラハラ都市圏の一部である。2005年の調査では、居住人口は102万6492人であり、サポパン基礎自治体の人口は115万5790人である。サポパン基礎自治体の面積は893.15平方キロメートルで、グアガラハラの北西側に隣接し、 ヌエボメヒコやテシスタンという小さく偏僻な地域共同体も含まれる。サポパン市の人口はグアダラハラ市に次ぐ州内第2位の規模である。支部はその地域における商業の中心地であり、観光客に人気である。サポパンの名前はナワトル語のザポパントル、サポパンが住む場所に由来しています。ハリスコ州で2番目に人口の多い自治体であり、 メキシコで7番目に人口の多い自治体です。1991年12月8日に開催された厳粛なセッションで都市の称号が授与されました。このセッションではビラサポパンの再人口の450周年が祝われました。サポパンが提供する観光名所は多様です。全国の重要な宗教施設から一流のショッピングセンターまで。また、エルジエンテ、 ボスケイ・デラ・プリマ・ベーラなど、エコツーリズムの様々な選択肢があります。この自治体内には、メトロポリタンエリアで最高のホテル、ハリスコ州で最大のエンターテインメントセンター、地元及び国際的に重要な展示会を開催する美術館があります。全国で最も重要な宗教的祝典の一つは、同じ市の議席で行われます。サポパンの聖母の巡礼です。 10月12日、何千人もの忠実なカトリック教徒が、ラジェネララがその過去一である、サポパン大聖堂に戻るのを目撃しに来ます。代表的な料理は、首都圏を構成する他の市町村と同じですが、トウモロコシの柔らかい耳であるトウモロコシをベースにした、料理を強調する価値があります。サポパンは、この農産物が植えられた土地が多いことから、ビラエクスマイセラとしても知られています。 その水門資源は様々な地表及び地下の流れに分布しています。一時的な地表流はアテマハックバレーから自治体の東に流れ、リオグランデ川、またはサンティアゴ川の水路を直接増加させます。最も重要な高級的な地表流はサンティアゴ川とサンアントニオ川、グランデ川、ラヒゲリータ川、ブランコ川、アテマハック川、ラストルトゥガス川です。 自治体の中心部には、コパリタダムとサンタルシアダム、サンホセ川シ、いくつかの貯蔵施設と井戸があります。東部と西部の気候は温暖で半温暖です。北部と南部では半乾燥、半暖かいですが、南部では冬の季節が決まっておらず、北部では穏やかな冬があります。年間平均気温は摂氏22度で、 最高気温は摂氏36.1度、最低気温は摂氏11度です。降雨量は6月と10月に記録され、平均降雨量は9 0 6 1ト、mm、ルです。霜が降りる日数の年間平均は5.12です。卓越風は東から西へです。2010年のイネギデータによると、 この自治体の人口は124万3756人であり、メキシコで8番目に人口の多い自治体であり、ハリスコ州で2番目に人口が多い自治体であり、グアガラハラの自治体を上回っています。他の6つの自治体に加えて、グアガラハラ大都市圏の一部であり、国内で2番目に人口が多い地域です。 60万7907人の男性人口63万5849人の女性人口。ありがとうございます。